皆さんこんにちは、昔のアホな話シリーズで高校の時の話をねちょっとねさせてください。別にいらんかったら期間でいいし見んでいいですからね。アホなクソアホな話ですからね。私が入学して卒業したのは京都府立大木高校って言って今でもありますよ。最近ね僕ねちゃんとね同窓会にね住所知らせてますから送ってくるんですよ。岐阜生ってなんかね綺麗にね校舎をね綺麗に書いたらしいんですよ。大木高校ってね昔はね第一校長とか言うて、あれですよ学習院女子みたいな位置づけやったらしいですね。京都のみやびやかな人たちの女子が通う学校だったらしいですね。昭和天皇の、奥さんやった人もう一時在籍したという由緒正しい。だって御所の隣にあるんですよ。御所の、ね、すぐ東にあるんですよ。あそこマンションにしたらめっちゃ高いですよ。アホな高校にせんとマンションにして売れよと思うんですけど、まあそれ置いといて、そうですね、高人口っていう、こう当時市電の駅があってそこのちょっと入った御所側に入ったところなんですけど、立命館大学なんて昔ちょっとその北側にあったりしましたね。昔ですよ、50年ぐらい前の話ですけど、まあそういう、まあ、真ん中ですわ。でせやけどね僕の時はね42年前ですね。入学した時42年前に言うんですけど、当時ですねまだ長い間京都は蜷川さんっていう共産党の人が知事やったんですね。でこのおっさんが15の春は流せないとかなんかおかしなこと言うて誰でも公立高校に入れるようにしたんですよ。誰でも普通や、そう誰でもって言い方ですね、半分ぐらいの上位半分ぐらいの成績やったら誰でも入れるっていうぐらいの制度にしたわけですよ。その代わり各高校別に試験をせんと統一試験をやって、ほんでそれに受かったら近くの高校に行きなさいっていう制度なんですね。だから近所のやつらが来とるわけですよ。まあ近所って言っても幅広いですけどね。でまあそういう高校に行きました。まあ公立京都府立ですから学費安いんでそれは親高校ですやん。ほんでうちもそんなまあ貧乏な方に入ってましたからね、古本屋で。で行きました。でもともと名門校ですから名門のね、香りは多少ある多少ね。まあでもアホですわ。ね今かなりね僕らの時よりも僕らは地域の人が行ったでしょ。たまに賢いやつおるんですわ。例えば僕京都市立、近衛中学校ってところなんですけど、近衛ですよ、吉田山のふもとにあるんですけど京都大学に挟まれたところにあって、そこにはね京都大学の先生の息子とか孫とかいっぱいおるんですよ。いや、まあ、友達にいっぱいいてます今でも。でそいつらはねやっぱり賢いんですよ。割合賢い。そういう人たちも来てるから賢いやつは賢いんです。だけどその蜷川さんが長い間不正して、もう蜷川終わって10年ぐらい経ってたんですけど、その当時まだねその香りが残ってて日教組むちゃくちゃ強いんですよ。だから先生全然やる気ないんですね。全然やる気ないんですよ。そのややこしいやつがおったらすぐやめろって辞めさせるんですよ。ですぐに留年とかで、授業もやる気ないから時々休むんですよ。休むと僕ら大喜びで先生ありがとうみたいな感じで喫茶店行ったり御所行ったりして遊んでるんですけど、みんな隣御所ですからね、御所で体育したりしてましたね。御所にグラウンドがあって、まあ、今でもやってるかどうか知りませんけど、まあほんでねやる気ないからどんどんあれでしょう、辞める人は辞めるしずれる人はずれるし、で受験なんか勝手にやるよお前らの世界ですから、僕の時はまだ賢かったんですよ。まだね同期でね現役で京大に5人入りましたよ。5人ですよ今ね。時々送ってくるんで見てみたらやっと共産大に入ってるかなっていうようなアホな高校になってて、まあ今も昔もアホですわ。僕の時もほんまにアホでしたよ。というのはそうですね、大学行ったんがね数えるほどしかおらへん。ただ一番賢いやつは京大行くんですよ。でもその後が続かへんわけですね。普通京大に5人行ってるような高校やったら何がしかの大学に行くでしょう。でも行かへん。京大5人、同志社4人、京産大8人以下なしみたいな、そういう世代なんですね。それで、卒業はしたんですよ。ものすごい嬉しかったですよね。あの高校卒業したっていうのは何よりも嬉しかったんですよ。私のティーンエイジャーの10代の時一番嬉しかったことちゃうかなと思って、
卒業したということが、あのくだらんアホどもの高校ね、くだらんアホどもってその仲間もそうですけど先生むちゃくちゃアホですからねあのアホな先生どもの高校卒業できたっていうのが良かったと思って、まあそれはええとして、卒業してね3年ぐらい経った時ですよちょうど。やっぱりね高校つながりがあるんで、あのどっかに集まって酒飲んでたんですよ、誰かの家に集まって。で何人かね 5,6 人やったと思う、おっさん男ばっかりですね、男ばっかり野郎ばっかり集まってね、酒飲みながら、確かね遠くまで行ったね仲間が一人こう帰ってきたから、んで集まろやとか言って、でだってどこに行ったら酒あんでとか言って、集まって飲んで、でよもやま話するでしょう。そうしたらね、あのあれです、まだね卒業して3年ぐらい、3年経ってへんぐらいですからね、おおお前いつ卒業したんっていう話になるわけですよ。まあ、あの一般の方は分からないと思いますけど、僕らの世代のあの高校の時って悪いやつっていうのは3年で卒業したりせえへんのですよまあ半分ぐらい辞めますし、まあうまいこと言って1年ずれる、3年で卒業できたら偉いやんっていう世界やったんですね。特に我々仲間は全体的に言うたら大体2割ぐらいいっちゃいますか、ずれたりやめたりするのは。そういうのも多いと思いますけど、まあそういうね、もう先生がやる気ないとそうなるんですよね。学校自体やる気ないですから、あの日教祖ですからね、なんせ日教祖。しかもね、共産党の日教祖なんですよ。全くやる気ないですよ、あいつら。まあそれはええんですけど、って、俺1年しか遅れてへんで、とか誰かが言ってるけど、1年遅れて卒業したんや、よかったやん、みたいな話。ほんで、お前どうしたんやん、って言ったら、もうわしらももうめんどくさいしやめたわとか言って言うと、まあ、確かにやめたよなお前はと思って、中にはあ 俺2年ずれたけどちゃんと卒業したねとかって、去年卒業したわ、あ違う今年卒業したわとかって言って、そうって、あよかったよかったよおめでとうとか言って、でキュッキュッキュッとなったから、おい千原って、僕千原って言うんですけど、本名は千原、お前卒業したんかって言うから、おしたで何年ずれたんやって、わし3年で卒業したからなとか、ギョッとした顔しようね、そいつが、アホ、何をお前このメンツで見え張ってんねん、お前ちゃんと言う、正直言うてみいや、何年ずれたんや、卒業したんかって言われて、見え張ってへんよ、俺ちゃんと卒業したやん、嘘つけお前いっぱい処分食らってたやないかと。あそうなんですよ、あのいっぱい処分食らったんですよ、無期停学とかね一番下手な無期停学で、あの時ほんまずれるかと思いましたけどね、なんとかギリでセーブやったんですよ、最後1週間だけ残してセーブやった。まあそれはええとしてね、いや卒業したかなって、ふんお前卒業したん、そうやん、俺こいつと一緒卒業したやんって、3年卒業したらおったらおるわけその中にはね、こいつと一緒卒業したやん、お前覚えてるって、一緒に卒業式おったやんって、いや覚えてへんけどって言われて、そういうお前はそういうやつやったんかとまあそれはええんですけど、ほんで結局まあまあなんとか卒業したっていうのは認めても、ところでお前何やってんねん聞かれるわけです、何やってんねんって言われて、俺一応大学行ってるけど、お前大学行ってんのって言われて、そうやって、お前らみたいなアホちゃうで、俺はちゃんと大学行ってんじゃん、勉強してるわとか、嘘つけアホとか言われて嘘ちゃうてと、お前どこの大学行ってんねんって言われて、って言いにくいなと思いながら、いや一応どうしたやけどって、そこでね凍ります、みんな凍ります凍りました、あっきり言うて、どうしたかって言われて、どうしたやけどって、でまあまあね、その時よう覚えてませんけど、学生証見せたかなんかでどうしたやって分かったんです、ね、もうね場がしらけましたよ、あのせっかく何年かぶりで会ったのに、みんなあのそれぞれ社会人ですわ、あのバイトしてたりとか、まあ言いましたけどね、専門学校ずれて行ってる人もいましたような気がします、覚えてませんけどね、あれはね参りましたね、ほんまに、そのどう言いましょうね、もうすでに私は違う世界に来てるんやなというのは、あのいろんな意味でね、いろんな意味で分かりました、あの京都府立大木高校の昔の仲間たち、今はどうしてるのか知りませんけどね、今はもうアホですけど、昔からみんなアホでした、私も実はその一人なんです、アホなまま今まで生きてきました、はい、皆さんどうもありがとうございました。